はい、おはようございます。で、私の方から今日は2点発表させていただきたいと思います。まず第1点は南部圏域フォローアップ移動知事室の開催についてであります。来る7月の27日から29日までの3日間の日程で、南部圏域におきましてはフォローアップ移動知事室を開催をしたいと、このように考えております。南部圏域では今回のこの移動知事室は9回目となるわけでありまして、この目的というのは、私自身がこの南部圏域に寝泊まりをさせていただきまして、となりますと、例えば朝早い夜のイベント、行事、あるいは会合といったものに出席もできますし、あるいは夜、これも徳島に戻る必要がありませんので、いろいろそうした地域の皆さん方のまさに密着的にいろいろな会話、あるいは活動ぶりを拝見をさせていただくことができる。まさに知事室がこの南部圏域にあると、同様という形で行うというものであります。今回は障害者の皆様方との交流を始めていたしまして、この南部圏域の活性化するためのさまざまな取り組み、これがなされているところでありまして、こうした皆さん方との意見交換、あるいはシンポジウム参加をさせていただこうと考えておりまして、地域住民の皆さんのまさに生の声、これをお聞きをして、また創意あふれる地域活性化のいろいろな取り組み、これに直に触れることによりまして、地域の皆様方の地域振興にかける、まさに熱い思い、これを共有をさせていただきました。今後の県政の施策に大いに活用させていただきたい、このように考えております。もう少し具体的に申し上げていきますと、まず初日となります7月の27日金曜日になりますが、ここでは社会適応訓練事業の一環として実施をされております阿南市の下記障害者スポーツ交流会、こちらへ参加をさせていただきまして、障害者の皆さん方の社会復帰に向けたいろいろな取り組み、またそのご家族、支援をされる皆さん方との交流を図っていきたいと考えております。また県南初のサテライトオフィス南ラボを訪ねさせていただきまして、入居企業関係者の皆さん方との意見交換も予定をさせていただいております。地元の皆さん方との日頃の交流などもぜひこの機会に拝見をさせていただこうと考えております。次に翌28日の土曜日についてでありますが、ここではまず宝の島徳島ワクワクトークといたしまして、麦町におきまして自然保護活動に取り組んでおられます NPO 法人の海部ネイチャーネットワークの皆様方と環境保護について膝を交えて意見交換をさせていただきたいと考えています。昭和40年代の乱獲によりまして激減をした大島福浦、その保護活動の一環として行われております瓶出し移植作業を地元麦小学校の児童の皆さんと一緒に体験をしたいと考えております。また地位と一緒に触れ合いバスでは、切迫をする三連動地震、今こそ津波に備えよう、これをテーマといたしまして、ご応募いただいている県民の皆様方と一緒になりまして、本県では初となります救急医療専用のヘリコプター、つまりドクターヘリを見学をいたしますとともに、県立の南部防災館におきまして海部高校防災クラブの皆様方の事例発表にも参加をして、海部高校の生徒の皆さん方にも加わっていただいての意見交換を行いたいと考えております。さらに地産地消、ただこの地消の消が消すでなくて商売でしょう、地産地消で地域振興をテーマといたしまして、こちらは海陽町の主要産業であります農業、農業による地域活性化に取り組んでおられます団体などの代表の皆様方とのパネルディスカッション、これを行おうと、元気集落シンポジウムへ私もパネラーの一人として参加をさせていただこうと考えております。そして最後に南部圏域1市4町の首長さんたち、町長さん、市長さん、県及び地域の課題やあるいは振興発展についての意見交換を行います。知事、市町村長、地域懇話会、こちらを開催をいたします。そして最終日となります7月の29日の日曜日につきましては、
まあ、先般、まあ、これ9日の定例会見でも発表させていただきました那賀町の母流バイパスの開通式へ出席をさせていただきまして地元関係者の皆様とともに開通をお祝いを満たしたいと考えております。まあ、今回はこれまでにも増して盛りだくさんの内容となっておりました。まあ、見どころ満載と言ってもいいのかなっていう移動チーズとなっておりますのでぜひ報道関係の皆様方にもふるってのご参加をいただければと思います。次に第2点目といたしまして国立療養所大島青松園への訪問および阿波踊り殿の派遣についてであります。まあ、県におきましてはハンセン病回復者の皆様の人権回復これが一日も早く図られまして差別や偏見がなくなりますようハンセン病に対しての正しい知識の普及啓発をはじめといたしましてハンセン病療養所への訪問やふるさと徳島の情報をお届けをする事業また回復者の皆様に対する日帰りや一泊での里帰り事業などを進めているところであります。まあ、今年度におきましても去る6月の4日になりますが徳島市西富田の公民館におきまして日帰りでの日帰り事業を実施をいたしました。ハンセン病回復者の皆さんと県民の皆さんとの交流会を開催をしたところであります。また6月の25日には阿波銀ホールにおきましてハンセン病を正しく理解をするフォーラムを開催をさせていただきましてハンセン病回復者の皆様と多くの県民の皆様方との交流を深めていただいたところでもあります。私自身も平成の17年度から毎年本県出身のハンセン病回復者の皆様方が多く入所されております香川県の国立療養所大島青松園、まあ、こちらを訪問させていただいておりまして今年も8月の1日水曜日となりますが県立徳島県のハンセン病支援協会の皆様方とともに大島青松園を訪問をさせていただきたいと考えております。まあ、この療養所にはお体が不自由なために徳島への里帰りがしたくてもできない回復者の皆さん方がおられますのでこうした皆様に対して再会をさせていただきますとともに親しくふるさと徳島のいろいろなお話をさせていただきたいと考えております。また当日は園の夏祭りにもが開催されますのでこれにも参加をさせていただこうと考えております。まあ、今年で11回目となる阿波踊り連の派遣もさせていただきまして療養所の本県出身の皆様方にふるさと徳島の夏をぜひ大島青松園にいながらにして体感をしていただきまして大いに交流を深めることができればなこのように考えております。まあ、今後とも回復者の皆様方の早期の人権回復が実現をいたしますよう引き続き啓発あるいは交流事業これを進めてまいりたいと考えております。私の方からは以上2点です。よろしくお願いをいたします。それでは発表事項について質問のある方がそれでは発表事項以外の質問があったらお願いします。発表事項以外の質問があったら今日ですね、コスプレイが、はいはい、岩国の方に陸揚げされましたけれども、それを受けての今の知事 の、まあ、あのお考えとですね、今後のその国への要望について改めて教えていただけますか。はい、まあ、徳島としてもこのオスプレイ沖縄に配備をされる前提となっておりまして、でオレンジルートということでね、まあ、低空飛行での訓練、まあ、こうしたものが予定をされる、まあ、これも突然沖縄への資料で分かったということがありましたので、
まあ、2度にわたって、特に7月の5日には柏本県議会議長さんとともに直接防衛省を訪問させていただきまして、まあ、こうしたものについては特にこの安全面、これがまあ各地で落ちるとかですね、安全面に非常に危惧があるということでありましたので、まあ、こうしたものがしっかりと確立をするまでは、まあ、配備は当然のことなんですけどね、まあ、訓練についてもやはり見送ってもらいたいと、まあ、強く申し入れをさせていただきました。で、つい先般全国知事会議が19日20日と行われたところでありますが、まあ、ここでもちょうど沖縄と山口の知事さん、まあ、ご欠席でね、まあ、副知事さん、まあ、特に山口は知事選の真っ最中ということもありまして、まあ、そうした意味で当然沖縄、山口、両県民の皆様方はもうこの配備断固反対という形を言われておりました。まあ、そうした意味で知事会の中でもまず両県のお考えというものをお聞きをしようと、まあ、どういう話が出てきた、まあ、これに対して多くの知事、まあ、私も発言させていただきましたけどね、やはり安全性が確保されるまでの間まず配備が予定をされる、まあ、陸揚げは岩国、つまり山口県ということですけどね、まあ、こうしたものに対して山口、沖縄県民の皆様方のお気持ちをまず考えるべきだと、しっかりと支援をすべきだと、そして当然我々は徳島県にとっても当事者と配備がなされますとね、なるわけでありますので、この安全性に対してしっかりとやはり国の方からアメリカに対して申し入れを行うべきだと、まあ、こうした多くのご意見が出まして、まあ、決議を緊急に行うことになったところであります、まあ、しかし、まあ、陸揚げがなされるということになった。またさらにはアメリカの方から、まあ、どういう状況があったとしても10月の沖縄への配備をして訓練を開始する、まあ、こうした点についての予定は変わらないということを発表されましてね、まあ、こういった点についてどうしてこう県民感情というかね、日本の国民感情を逆なでするよう、日本の国民ってそんな過激な国民性ではないわけですから、ちゃんと理を、ね、解いていただいて安全性を立証してこうだから大丈夫だと、まあ、場合によっては同じことをアメリカのね国土の中でやって、アメリカでも大丈夫なんだから日本の皆さん理解してくださいと、まあ、こうした点を、ね、どうしてできないのかなと思うところでありますが、まあ、しかしもう一点突破狙うみたいな、ね、形ばっかりなんで、やはりここについては主権国家としてやはり日本からしっかりとアメリカに対してその安全性の確保、ただ単にアメリカが安全であると大丈夫だというだけの話ではなくて、そうした立証を、ね、確実にしていただいて、特にまず配備がなされると言われている、まあ、山口あるいは沖縄の皆さん方が、まあ、これならば大丈夫かなと、まあ、そうすることによって今度は次のステージである訓練の状況で、これについても我々としてはこれまで米軍機の低空飛行、こんなものがよく行われる、四国では2回墜落を、寒い村団地でも墜落しましてね、まあ、こうした点があるわけですから、やはり県民の皆さんの安全安心というものを考えると、今度は訓練といった点についてもね、やはりしっかりと、そしてやはりよく言われるんですけど、アメリカではそうした低空飛行しないって話もあるんですよね、人間のあるところでは。だからアメリカで先行突破はやっぱり日本でするっていうのはまずいんじゃないかと、はっきり申し上げてね。まあ、実は今回多くの知事さんたちも多くの意見交換をさせていただいて、それぞれの持っている情報を交換もさせていただきましたのでね、まあいろいろ我々が知らなかった点も、まあ、今回明らかになった。今申し上げますと、アメリカ本土では人家のあるところで低空飛行しないと、まあ、こうした話もあるということを聞いておりましたね、まあ、そうした点を考えると、やはりこの訓練のあり方についてもこの機会に、ね、しっかりと見直していただく、それが日米両国民の、ね、信頼関係をしっかりと結ぶということになる、まあ、こう考えています。まあ、今後についても国、まあ、知事会として総理で緊急決議を申し入れました。やはり国としてこれはしっかりと踏まえていただく、まあ、全国知事会からの緊急提言でもありますので、まあ、ここはしっかりと踏まえていただきたい。まずはその1点です。関連してなんですが、今回のスプレーの配備をめぐっては、まあ、その沖縄、山口、両地元だけでなく全国から、まあ、まあ、反対とか不安の声が上がっている中で、まあ、結局、まあ、知事がおっしゃられたようにスケジュール自体は変わらない、まあ、党の野田総理自身も、まあ、日本がどうこういうことじゃないというような話発言をされてまして、まあ、ずっとその地方の声というのが今回の一連の経緯の中で、まあ、軽視というか無視というかされてきたと思うんですけども、そのことはどう評価されますか。まあ、完全にこの無視ということではないと
は思うんですね。例えば私1回は文書で1回は直接7月の5日に行った時には、まあ、陸揚げはアメリカとの約束なんで岩国にするんだと。しかし岩国に留め置いて沖縄配備までの間にその安全性を確認をすると。しかもアメリカから出される資料を鵜呑みにするんではなくて、これは日本独自、まあ、防衛省ということですけど、防衛省独自としてもしっかりと検証させていただいた上で、そして、まあ、アメリカに入ると。まあ、もともとこれ当初は沖縄に直接配備をする予定だったものが、沖縄からのこの安全線体制のね危惧といった観点でこれは反対だということがあって、ワンクッション置くということで岩国に陸揚げをすると、まあ、こうなった経緯があるんですね。まあ、ですからそうした経緯を考えていくとね、まあ、その10月が配備の目標なんだと、これが抑止力なんだと、まあ、こうした話をこう前面に押し立てられてしまうわけですけど、やはり当初からね、こうした点は危ないとあれだけ墜落してね、まあ、言葉は悪いですけど、多くの兵隊さん、男性の兵隊さんが亡くなるので未亡人製造機だっていうようなね、あだ名までつけられてしまうというぐらいなわけですから、もう一つその安全性の確認を事前にね、でそれまでの間、例えば10月配備だとか、あるいはもう7月の23日に行くわけだとかね、そういうことをバンバンこう決めちゃうんじゃなくて、それまで少し待って、そうすることによってアメリカ米軍としてはヘリコプターの今度航続機ということですからね、時期の支援機ということになっているわけですから、まあ、そういった点急ぐんであればより安全性をいろんな形で検証して、ね、場合によっては米本土の中でしっかりとそうした検証を日本の関係者立ち会いの下で行うとかね、まあ、そういったことが進んだんじゃないかと思うんですね。しかしそのスケジュールを全部 OK してしまうと、いやいや日本だと OK したじゃないかと、これは日米の防衛の関係なんだと、同盟の関係なんだと、こう言われてしまうと、今度は日本の政府がどん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 追い込まれてしまうと。しかし当然地元、あるいは我々のようにこう訓練の、ね、ルートを伝えたところからは当然それが OK だと言えるわけがないわけですから、今度は我々に対してもいやもう配慮しますということで、いろいろなこの決められた範囲の中で配慮といってもね、ハンドリングできるとか限られてるわけですから、結果として接近詰めといわれる、ね、言葉は悪いんですけど追い詰められてしまう国が、これちょうど鳩山総理の時の沖縄問題とよく似てるんですよ。今回の会話ずっとねこれ見てて、で鳩山総理が当時全国知事会で聞くと、沖縄問題どうしたらいいかって、なんかよく似てるなと、あの時も先に言っちゃってね、もう最低でも県外、沖縄県外米軍基地こう言っちゃって、あとどうにもならなくなって設置詰めだったんですね。で最後は全国知事会に聞いてなんとか負担軽減ならんかと、だから今回もよく似てる感じがするんですね。10月の訓練開始これ決めと、あるいは7月の23日陸揚げ決めと、でその間の間で安全性を確認します。で我々が言えば言うほど今度どんどんルールフォームが後退してきてるでしょ、まあ、理解を示してくれてると言えばそうなのかもしれないんですけどね、まあ、そうした意味ではこれはっきり言って防衛省も大変だと思いますよね。だからもう一つ思うのは、これ必ず今までこうした点っていうのは防衛省のルートと外務省のルートと日本でこれやってきたはずなんですね。しかしどういうわけかこの外務省のルートというかいわゆる外交ルートね、なんかここが詰まっちゃってる感じがして、まあ、この間もクリントン国務長官が来られた時にね、現場外務大臣との間ではほとんどこのオーストリアの話がなされないとか、あるいは当然のようにね受け止められていると。やはりここは外務大臣として前回のおそらく会見でも申し上げたと思うんだけど、やっぱ外交ルートでもしっかり言って、そうしていかないとはっきり言って防衛省としては米軍といろんな共同作戦訓練を行うわけですから、そこに対してああどこだっていうのは確かに言いづらいっていうのは分からんじゃないですよね。私、まあ、防衛省の関係者とその行った時とかいろいろ話はしますからね、もうちょっとこううまくお互いの立場を、そのための外交ルート外交チャンネルなんてこうよく言われるじゃないですかね、あるいは総理と大統領とのホットラインとかね、っていうのはないわけじゃないはずなんですよ。だからもう少しこの真剣にこの本当に国民がこれだけ危惧をしているんだ、でしかも昨年の東日本大震災、これが国会での検証の中でもこれ人災だということが、ね、打ち出されて、ますます国民の政府に対しての信頼感といったものがねこれまでになく失われている、その状態でまたこのオスプレイの問題でしょう。
まずいと思いますよね。本当に最近ね、だいぶこう国ほど心配になってきましたね。我々地方としても、これはもう地方国の問題だと、まあ、従来は防衛とか外交とか、あるいは司法っていうのは、これは国の専権事項ですからと、まあ、我々としては少しコメントを控えさせていただきますと、こういうのが従来だと。ところが、この特に防衛の問題は、鳩山当時の総理がね、自ら、いや、もう地方に問う、知事に問うんだと。ということで、いわばあの会見の時に申し上げたと思うんですけどね。これは知事にそこまで権限が広がってしまったというかね、広げられたというか、まあ、だからそれだけ発言権をいただいたということになるので、まあ、今回の問題についても、やはりこれははっきりとものを申さなければいけない。まあ、従来だとね、まあ、低空飛行、これはもうとにかく県民不安なんだから、それだけはなんとか勘弁してもらいたい。でも、これはもう国の専権事項ですからっていうのが従来の答弁だった、回答だったんですけどね。あの一件以来、やっぱりこれははっきり物を申さないといけないと。で、物を申すだけではなくて、やはり責任を共有していくっていうことに今後なっていくんだと思うんですけどね。ただ、どういう形でこの共有するのか。未だもって我々が明確なその権限を持っているわけではありませんしね。我々が例えばアメリカの外交ルートとか、あるいは防衛国防省の、ね、ルートでどう話をするのか、まあ、これにはならない。唯一沖縄がその道を持っているということで、すでにマトリさん今、ね、渡米されているようですけどね。まあ、だからこうした点について、まあ、どういうルールにしていくのかね。まあ、このあたりも大変今危惧を持っていると、この国の将来に対してね、大変危惧です。今特に中国の関係、韓国の関係、ロシアとの関係で、ね、それぞれの領土問題をめぐってね、大変な状況になる。まあ、こうした中でのアメリカとますますギクシャクをしてしまうということ、これも果たして国益に合うのか合わないのかね。まあ、こうした点も出てくるわけで、これは非常に難しい今局面に遭遇してしまったな。まあ、正直大変危惧をしています。関連でこれまでその要請文までは、まあ、その直接そのまあその配備については直接まあ言及されないような形で、まあ、県内でのまあその提供についてはまあ実施されないようにということをまあ国に対して要望したと思うんですけども、まあ、今のお話だともうあの配備自体もかなりこう強い県内ですね、危惧をしているようなコメントを受け取ったんですけども、そこも少しこう踏み込んだ形になっているんです。これはもうはっきり私が19、20日の全国知事会議で直接発言を申し上げたように、まずこれ山口県なんですよね。岩国に陸揚げをされるともされましたけど、それと沖縄配備を10月にされるということでね。で、ここの知事さんたちが絶対反対だと、岩国の首相も含め言ってる中で、ただこれは山口の問題だ、沖縄の問題だということではなくて、当然全国が支援の手を、特に沖縄の基地問題に対してはみんなで何とか支援をしようじゃないかということはもう前々からね、これは鳩山総理が我々知事会に意見を聞いた時から、これはおそらく総理だと思うんですね。まあ、ですから当然のことながら、まずはこの2件に対してしっかりと我々も同じ立場になって国に対してものを申していくと。そして当然この2件反対だと言っても配慮されてしまえば、そして訓練が始まれば次は我がことになるんですね。徳島の場合はオレンジルートにきっちりと位置付けられているわけですから。だから我々にとってみると沖縄と山口、これを支援をする、これはもう当然のことなんですが、それは我がことと考えたとしても、これはまず徳島の県民の皆さんの安全安心を守るための大前提となるのがこの沖縄と山口の問題なんですよね。ですからここのところで当然支援を、あるいは共に同じ立場で物を言っていく、こうすることは結果として支援をするだけではなくて、徳島県民の安全安心を守るということにもつながるということですから、これは今回の知事会として緊急決議をしたもので、47都道府県の知事が総意としてこの点については危惧を表明をしたと、まあ、こう通っていただいて構わないと思うんですけど、ね、
連なんですけれども、その今までの展開を見ていると、やっぱりその焦点になるのが人為的ミスか、そのオスプレイ自身の構造的な問題があるのかというところで、まあ、安全性の保障という争点になってくると思うんですけれども、まあ、なんとなくやっぱり訓練されちゃうのかなというイメージがある中で、その県として、例えば、まあ、今これまでにも、その例えば低空訓練の米軍機のと思われる機能、目撃なんかもあると思うんですが、県内のそういう対策というか、例えば市町村との連携で、まあ、強める形で会議を立ち上げるとか、ちょっとイメージわかんないですけれども、なんかそういうのを考えられているんですか。これはやはりもう水際作戦じゃないですよね。まずはやはり沖縄、山口、この時点でなんとか安全性の確立を本当にしてもらわないことには、もう実際飛ばされてしまってからでも何ともしがたい。あるいはこう目撃、今までは低空飛行米軍機らしいということを受けて抗議をする、文章を出す、場合によってあまりにもひどい場合は、まあ、かつて外務大臣に直接物を申したことがありましたけどね、これは大きくありましたけどね、まあ、そういうやっぱり後手なんです。で一回イーグル、米軍のイーグルも徳島アードル空港の前でね、徳島空港に緊急不時着したこともあったりしてね、まあ、だからこうしたことは起こりうるんですよね。だから今人為的な、あるいは機体性能とこの2つ話があったんですけど、で昨今ずっとアメリカが割と隠してたものがこれを機会に出てきてるじゃないですか。これでアメリカ国土の中でもね、これ一体どうなってるんだと、で性能も当初予定のものより低いと、これは機体の性能の問題ですよね。それから人為的なミスでやるっていうことは、これは確かなんですよね。でもうこれはもう構造的にも当然上向いてこう飛ぶものをこう途中でこうクッとこう切り替えて、それで今度は飛行機として飛ぶわけですから、切り替えた時にこれが向かい風ならいいんだけど、追い風だったらそのままストンと落ちちゃう、もう自明の理由、もうそれは当然のことだ。だからこの人為とそれから性能と、まあ、両方あるということですから、まあ、もちろん訓練をして熟練のパイロットがやることによってそれをカバーすることができる、これは確かでしょうけど、必ずしもみんながいきなり熟練の域に達するわけではないんですからね、まあ、そうした点を考えると、じゃあこれどこで人的なものを訓練する、その間におそらく旗は落ちるでしょう。でそれをどうするのか、まあ、そうした点ですよね。あるいはじゃあそうしたものを今度は性能としてカバーする、例えば熟練したパイロットでなくても大丈夫だ、もしそれで落ちかけた時には何か聞いてちゃんと対応できるとかね、まあ、そうしたものがどうできるのか、まあ、それがやっぱりきっちりとできないと、まあ、アメリカとしてもこれ使えないんじゃないですかね。でアメリカも逆に強硬的にやって、これを例えば閣僚のね移動の手段にこれを配備するとか、そんな感じでね、だから閣僚が乗ってるんだから大丈夫だみたいな、でもそれでも落ちた時どうするのかっていうね、我々はその万が一のところの安全性をやはり問わざる、ね、県民の安全安心なんせこれが落ちてたんですからね、まあなかなか本当に難しい話になってきますね。ちょっとまあ、米軍の低空飛行の、まあ、長年の問題もそうなんですけど、やはり日米地位協定の問題もですね、結局も何にも改まらないというふうな、まあ合意なんかしてもですね、飛行に貢献する気配がないというふうな諦めが、やっぱ今回もですね、こう、あるような感じがするんですけども、その辺にまた高いの道っていうのは、どうしてもいや、これもね、無駄ということはないと思うんですね。確かに従来の日米の関係からいくとそうなんですけどね。それからまたこのタイミングとして、今ちょうどアメリカの大統領選を控えてるんですよね。で多くの、例えばこれ、海兵隊だけじゃなくて、これ海兵隊だけじゃないですからね、この配備戦、ちょっと名前が変わってますけどね、他のところでも落ちたり、あるいは不時着をしたりとかっていうことが起こってて、
当然そうした話で場合によっては隠されてた部分もだんだん出てきているということになりますから、まあ秋に大統領選があるわけですから、まあ、そうした点も一つ、まあ、どうなってくるのか、まあ、そこの部分で非常にアメリカとしては神経質になっているというのはあるんでしょうけどね。だから強行していきたい、決めたことはそのままやりたい。でも逆にこれはアメリカの世論もだん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 厳しくなってくるんだと思うんですね。そうしないとあれだけかつてこんなことがあったなんていうのは出てこないんですよね。それでかつての米軍のいろいろなこれを実験をした関係者まで、いや上司から圧力を受けたとか発言が出てきてますよね。普通今までこんなこと米軍なかったじゃないですか。つまりアメリカの中でもこれはおかしいという意識がきっとあったんだと思うんですね。でそれを逆に日本でここまで言うと、おそらくアメリカの国民としても日本人って割とおとなしいと思われていると思うんです。その日本人がここまで言うかと。しかもいつもだったらもう沖縄のことだからみたいなことだったじゃないですか。今はそうじゃない。今は全国として言い始めた。だこれは今までと違う傾向だと思うんですよね。だからそうした意味では決して、まあ、結果がどうなのか分かりませんよ。分からないけど、これは無駄だということではないと。確かに民主党としては政権公約であるね、マニフェストを出して前回対象をした、まあ、これは衆議院、また参議院においてもね、その後同様のことになった、まあ、そうした点を考えると当然そのマニフェストに反する形でのこの消費税問題というか、ね、まあ、そういう党の分裂というものを招くというのはまあ当然の危険だろうというふうに思います。まあ、ただ今この問題がどうというのではなくて、先ほどのオスプレイの問題もそうだし、あるいは外交防衛といった観点でもね、今中国、ロシア、韓国と、まあ、それぞれはっきり申し上げてきな臭いことになってきて、それから日本の国益といった観点でね、この政府がガタ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 するということは、外側から見れば攻撃をする絶好のチャンス、場合によっては北朝鮮というのもありますね。で北朝鮮もトップが変わったばっかりで国威兼用ということで、あそこは必ず軍事行動に出ますからね、あるいは拉致ということもあるわけ、まあ、そうした時に隙をどんどん見せるっていうのは決してこれは得策じゃない。もちろんこの消費税の問題についてマニフェスト違反だ、これに対して正すんだ、党内でのいろいろ動き、それはあるとは思うんですけど、やはり今この時点で何が一番求められるのかといえば、やはり国が結束をして外交防衛の問題はもとより、東日本大震災からの復興ね、これも500日を超えてまだまだじゃないかということをかなり言われて検証されてきてますよね。それから我々としてこの関わりのある徳島としてね、この3連動4連動と言われるものをどう迎え撃っていくのか、まあ、出す出すと言ってた国の最終シミュレーションを本当は6月末でもまだ出ないからね、これも困るわけですよね。ということで何も決まらないっていうのをよくマスコミの皆さんがね流していくんだけど、まあ、こうした点については今は本当にチャキチャキと決めていくと、白黒をもちろん決めていくのは難しいんですよ。で場合によっては決めても条件付けたっていいわけです。国や金の法律に付帯決議とかつくでしょう、まあ、そうしたものをいかに国民に理解をしてもらって、そしてそれを最終的に問う最大のものが総選挙っていうものがあるわけですから、まあ、そのいつやるのかどうかっていうのは任期満了以外はね、これはもう総理の選挙解散ということになるわけですから、まあ、それは総理がしっかりとご判断されると思いますので、やはり今この国は一枚岩にならないといけない。これはもう東日本大震災以降私ずっと言い続けたと思うんですよ。それ以外のことがあまりにもボロボロ出過ぎてきて、これはもう大変な状況だ。とにかく今は一致結束しなきゃいけない。
だから小沢さんがあれだけ抜けたと言ってもなかなか支持が集まらない。これもマスコミの皆さんのね論評なんです。それは国民が分かってるからなんですよ。この消費税の問題、これは大きい問題ですよ。明日の問題で生活の問題だから。しかしその前に国がなくなっちゃったらこれどうしようもない。それはやはり戦中あるいは戦前派の人たちね、まあ、こうした皆さんたちは本当にあの敗戦というものを体験をしているから、この皆さんたちはもうはっきり自覚をされていると、ね、まあ、我々のようにこう戦争を知らない世代というもん、まあ、人たちにもそういう皆さん方からのいろんな意見で、ね、当然それはだんだん体感をしていくということで、まあ、だからそうした中で結論としてはやっぱり一枚岩に、これは与党だけじゃなくて与野党ともに、そして今なすべきことをしっかりとやると、やっぱり日本は大丈夫なんだ、一番いいわなんだと。もちろん中でもね、意見の違いがあったっていいんですよ。いろいろ議論を交わせばいいんだから、その方がかえっていい案が出てくるかもしれない。もうそれしかないでしょうね、ここまで来ると。あのその新党の政策が例えば地域主権とか消費増税みたいなことを考えるんですか。基本的にその新党には期待されているのかどうかっていう部分についてはそれは今後の各政党というのかね、あるいは政党以外の多分維新の場合とかね、いうところもあるわけですから、いろいろな政治勢力がどう結びつくかによると思うんですよね。圧倒的なスーパーパワーがここでいよいよなくなってきたわけですから、でそれぞれがどう組んでいくのか、パーシャルになるのかね、あるいはそれぞれがくっついて連合していくのか、それによってだって一つ一つが言ったことに対しての期待というのは難しいでしょうね。スーパーパワーがあってこれに対してみんなが結束して反これだっていうことであれば、この2つ2極でもって考えられるんでね、分かりやすいんですよね。今そうじゃないでしょ、みんながバラ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 になって言って、だって2つくっついたってダメなんだから。っていうことになると、やっぱり我々としてはどこにどう物を申すと、これは全国知事会の政権公約の委員会ね、今度は新しくさらに総合戦略とかをつけるようになったんですけど、まあ、ここでしっかりとそれぞれの政党あるいは総選挙を打っていくんだということで政権公約を出していく、そこに対してねどんどん意見を言っていこうということにしているわけでね。だからこれはどの政党にどうではなくて、やはり知事会として地方を束ねる、まあ、我々としてやはりこうあるべきと、あらゆる施策においてね、やはりこれをしっかり言っていこうと。ついこの間はこれ最初は10の提言だったり12の提言も言いましたけどね、やっぱり人づくりといったもの、それからやはり全国防災で、これをさらに加えるということで、まあ、12の項目になりましたけどね、はい、この国のグランドデザインしっかりと描いて、それでもって戦っていくと、そこから今の時点に引き戻して何をやるべきかというものがなければ、まさに猫の目行政、これでは話にならない。まあ、そういった点について、国が機能しないんであれば、やっぱり地方がしっかりとここを支えると。まあ、これが私従来よく言っている地方の覚悟ですよね。地方としてはやはり言った以上、右って言ってるので当然左っていう、まあ、最近その多いけど、まあ、それはやはり避けないということでしょうね。消費増税なんですけども、先般の鳴門電波の集会で、はいはい、ね、あの岡田総理が言いまして、その取材に対して、まあ、消費増税を約その都道府県の知事が、まあ、知事会の中で、その政府と調整をしてきた結果のあれでありますのでね、知事がやはりその 前面でですね、その県民の意見を、県民に理解を求めるようにその率先するべきじゃないかと。しかもそれで最終的にその増税になった場合に、その反対している立場であれば、その増税分のですね、配分をこうもらうというのもいかがなもんかというふうなことを申し上げたんですけども、その辺にそういう意見ですと、知事のように。いや、それは言う通りだと思うんですよ、岡田副総理の。だから知事会としても、あれを決めるまでの間はいろんな意見を言っている。で、もう一つあるのは、じゃあ増税を仮にするとしても、時期の問題と、どういう増税の仕方をするのか。私もだからそれずっと言っていたんです。当初はこの時期に上げるべきじゃないか、
はっきり申し上げる。それから今度はじゃあ仮に上げるとしても上げる時期をどうするのか、まあ、これがだから時期の問題ね。それからもう一つはやはり高齢者の皆さん、年金で過ごされている皆さんにとってみると、ね、やっぱりつましく生活をしているのは切り詰めているのか、その切り詰めている人にこの消費税というのは逆進性もろに当たってくるということですから、この人たちの切り詰めたらそれがちゃんと反映できる、そして最低限の生活憲法でね示されている、これをちゃんと確保できるんだといった点で、これは低減税率の話ね、つまり何を非課税にするのかと、私ははっきり申し上げたんですよ。それはやはり食料品だとか医薬品、ね、どうしても必要なもの、これについてはやはり非課税にすべきではないか、つまり低減税率を導入すべきではないかと、まあ、現にヨーロッパにはその例が多々あるわけですからね。でところが各政党はいやそうじゃないと手間かかるというね、財務省のその意見に迎合しちゃって、じゃあこれに対してはじゃあ低所得者の人たちに逆進性になるというんだったらね、還付しましょうって一旦取るんだけど、でもそれは大前提があるね、所得をきっちりと補足できなきゃいけない、つまり共通番号制ができないことにはできないわけ、とか今の状況を見ると共通番号制審議できてないじゃないかということは、結局肩代わりになるということは口で還付しますと言ってもできないわけ。だから今公明党の皆さんこれ意見変わってきてるね、低減税率するんだって、食料品とかね医薬品は非課税にすべきではないかって言い方みたいなね。でこれでまた民主自民公明との間がギクシャクしている形に今なってきたんでしょ。だからやっぱりこれをどうあるべきかといったものをきっちりと分かった上で言っていかないと、ふわふわした感じでね、つかみにもってこんな感じみたいなね、これは困る。だから私はもうずっと言ってきた。だから岡田さんとの間別に意見のその後話をしましたけど何もないでしょ。だからね、質問の仕方にもよるんです。増税反対ですけどどうだろう、そんな話じゃない。これは仮に導入するんだったら時期の問題として今でないでしょうとか、あるいは幹部とかなんとかっていうんじゃなくて低減税率を入れるべきじゃないですかと、こういう意見に対してどうお考えですかと、もし聞かれれば、うん、確かに公明党さんからも言われてるし、こうだとかね、時期についてもそれに対してどんなものを入れればいいのかってね、これはターゲットをね、まあ、それもいろいろみんな検討したじゃないですか、国によると。でもなかなか難しいんで、もう最終的にはじゃあ導入するかどうか、導入をするということに対して総選挙を打つんですと、導入の前に。つまりそこは最終的に国民に委ねると。そういう回答を小田総理はされたと思いますよ、その質問です。だからその質問の仕方、増税に反対ってそれは絶対だな、おかしいじゃないかとこれまでに決まってる。 時期につきましては、川端総理、総務大臣に伝えたと思うんですけども、今日今回の岡田さんもおっしゃったんですかね、うん、今日この嘘はないんだということで、もう今そんなバブルとか言い方があるみたいではないので、そんなので、これから先そういう上げる、じゃあ地図がおっしゃれるその上げるタイミングっていうのは訪れるのだろうかっていうのに対して結構こう、疑問視してるみたいなんですね。いや、疑問視じゃないでしょ。川端さんだってはっきり総務大臣に言ってたんです。つまりこれからぐわーっと上がる話っていうのはね、なかなかないだろうと。ただ、落ち続けるものが止まってね、少しでも反転をしてくるという時が見られれば、それが一つではないかと。確か、あれは徳島のね、アステリアというそういう話を言ってたんですよ。だから、バラ色のように右肩高度成長では、それはもう誰が考えてないの。ただ、今はどんどん落ち続けてるわけです。落ち続けてる局面にやるっていうのはおかしいでしょ。これが一旦下げ止まって、少しでも上がりつつあるところ、まあ、ここじゃないのと。だからもう、だから状況が違うわけです。だから、昔のね、高度成長の時代であれば、こんなもんガワーッと所得倍増になる時だよっていう、それは当然でしょ。でも今の段階だったらやはり落ち続けるのがなんとか止まって、もうこれ以上は落ちないな、あとはみんなの頑張りで上がっていくよと、ただここは上がらないよと、ただここのとこだろうね、これは常識的に考えそうなんです。ただ今はもう誰が考えたって今年より来年の方がいいと思う人がどれだけいます、この状態だ。でこの円高がますますこれで続いてしまったら、本当日本から代表なくなっちゃいますよ。
定収入のと仕込みが続いているということで、平成に入ってから今見にくいです。この状況を持ちにとしてどう受け止めているかということと、まあ、ちょっと話もありますけれども、これからまあどういうチャンスをこう下げていくかと考えていますか。まあ、これも下げ続けているというふうにまあ捉えるかね。まあ、下げ幅が思ったよりは少ないと見るか、今の局面はそういう局面だと思います、ね。まあ、全国的にそうなわけで、だからそういった点を考えると、まあ、地方の落ち方を見れば、まあ、まだ徳島は下げ止まってるんじゃないのか、その下げ幅が本当はもっと落ちてる可能性もある。それはやはり多くの企業確かに頑張っていただいてるっていうのもあると思うんですけど、まあ、なかなかそれは税収がこれ上がっていくっていうのは難しい。その下げ幅をいかに少なくするのか、できれば大前で同じぐらいに持っていけるようにというのが今ではないかなと、そう思うんですよね。だからそうした時期だから税収が足りないから増税をするんだ、これはまあ全然違う話でね。やはりみんなの気持ち、これは企業の皆さんのマインドもそうだし、国民の皆さんもそうですね。やはり頑張るぞと思えるようにした上で、じゃあちょっと協力してもらえて、みんなで少しずつね、薄く広く、これが税の上げる時のタイミングというやり方。まあ地方税の責任者をやった立場のね、私として申し上げるのは、だから先ほどからのこの消費税の問題のそのタイミングね、どの時点で上げるのか、それはもちろん時期っていうか、これある一定の期間の時期ってことですよ。高度成長期とか低成長期とか、右肩下がりになってる時とかね、今はっきり右肩下がりになってる時なので、そういう時にはじゃあその少しでも良くなったとは何をもって言うのか、これは当然その時期によって違う。これは今申し上げても下げ止まって少しでも反転して良くなるんではないだろうかと、そういう時期だと思います。ということで、あらゆる税についてこれは同じ。あともう一つ大切なことは、だから税を増やそう増やそうというよりも、やはり縮減できるところはないんだろうかとかね。で、徳島はいろいろ究極の対応として歳出の中に歳入を見出すということをやって、これは決して無駄なところから削るとこんな話ではなくて、一石二鳥だけじゃなくて三鳥四鳥ということも当然のことなんだ。あるいはゼロ予算事業というのもそうだし、あるいは経済波及効果というのもそう、ある事業よりもより効果的なものがあるんだったら、そのやってる部分をやめて、それを財源として他の事業をやると。あるいは行うのが直営でやった場合に、どうしても公務員でやると高いっていう話をよく言われてます。でもこれだけ今 NPO もね、徳島も伸び率が日本で一番、それぐらい NPO の皆さんがたくさん、そしたら大いに頑張ってくれてるわけだから。そうした皆さんたちに新たな公共事業ということで担っていただく。こうすることによって前行っていた10というコストが、5になれば当然同じ事業をやっても5財源が浮くわけね。例えばですけどね、まあ、これは一例ですけど、まあ、そういう形もどん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 これは知恵を凝らしていない、ただ単に税収を増やして増税するんだとこういう話には私はないと思うんですよね。そうやってみんなが元気になることによって活動が盛んになって、そして税収が増える。当然これ税っていうのは掛け算ですからね、消費税は。いくら税率が上がったって、それ以上に購買力が落ちちゃったら、これ、税収落ちるわけだから。現に今消費税落ちてるんでしょ。梅雨が明けて、まあ、ハモの季節になったと思うんですけど、なんか、県としては、天神祭りと祇園祭りに加え、阿波踊りを加えて日本三大ハモ祭りにしたいというふうに伺ったんですけど、なんかこう具体的な取り組み内容とかが決まっていたら教えていただきたいんですけども、はい。まあ、今ねちょっとこう政府と言いかけてね、世界三大ハモ祭りですよ、もちろんこれはもちろんのこと、このハモはね、徳島のハモが京都の祇園祭、あるいは大阪の天神祭、7月に行われる二大祭りね、まあ、そこでハモを食する。
やはりこの時期っていうのは非常に暑い時期でもありますから、体力をね落とさないようにということで、ハモを食べるということで、まあ、当然これに8月の徳島の阿波踊り、ここもハモを食べるわけですから、これを3つ合わせて日本三大ハモ祭りと、まあ、称させていただきましてね、実はこれもうすでに全国でそのキャンペーンやってきたんですね。例えば全日空が徳島に参入をし再参入してくれるといった時には、第2ターミナルで日本三大ハモ祭りですよって言ってね、もう数年前からこれ話をしてるわけなんで、いろんなイベントを起こるたんびに、まあ、特に東京ターゲットにこれについてるんです、まあ、もちろん県内でもハモを食べてもらおうと、実は徳島がハモの産地であるということを知ってる県民の皆さんって意外と少なかった。でここは京栄さんにご協力をいただきましてね、あれ骨切りするのが難しい、ね、で骨切りの機械を入れていただいて、スーパーマーケットの方でも量販店の方でも売っていただけるようにと、そしてそのレシピね、これどうやって食べていいのかっていうのがあるん でこれ天ぷらにするとかね、あるいはハモ好きハモしゃぶみたいにして簡単に食べれるようにと、まあ、こうした点も PR をさせていただきました。まあ、県内のもとより関西地区、そしてさらには関東でも今やハモを食べられるようになった。もう3年ぐらいになりますかね、東京でももうハモがフルコースで食べれるようになった。まあ、おかげで今一大の消費地は築地の方になってましてね、徳島からどんどん築地の方にも今夕方出て行って朝届くことが、これ生きて届けない意味がありませんのでね、まあ、こういう形でこの日本三大ハモ祭りはもとより、やはりこの時期にはハモを食べようと。で今ちょうど梅雨が明けたらハモっていう、昔は確かにハモっていうのは梅雨その水を飲んでね美味しく育つ、だから梅雨明けってこうよく言ってきたんですけど、もう今年あるいは去年あたりからもう5月の末ぐらいからハモ食べてますよね、徳島でも全国でもね、という形でこうハモが割とこう長期間に食べられるようになった、また関東でも食べられるようになったということで、まあ、その主力の産地である、しかもいいものを出している徳島としては、さらに全国の皆さんに食していただく、さらにはもっと広い時期長い時期ハモを食べることはできないだろうかと、まあ、なるとね水産の試験所の方でもいろいろな今ハモの研究をねしていましてね、また漁師の皆さんもいかにハモを勢よく市場に届けるのかと、これも非常に特に青年部の皆さん方がいろいろ考案していただいて、そうめん流してやって鳥を半分に分けてね、あるいはもう水族館、移動水族館みたいな車で今築地に持ってきますからね、まあ、こうした若い皆さん方にいろんな発想をしていただく、また調理業界の皆さん方いろんな食べ方を考案していただいて、今徳島を代表するなんとか鍋って言ったらほとんどハモを入れていただいて、でハモも骨切りするだけじゃなくて大変らしいんですけどね、骨を抜くっていうのもあるんで、ね、そうした新しいハモの刺身の、本当にこれは徳島のやっぱり調理師の皆さん方っていうか料理される皆さん方っていうのはすごい発想を持ってますよね。ということで多くの皆さんに今ご協力をいただいて、いろいろな今産品あるいは料理、こうしたものを出されていました。まあ、もう間もなく今度は阿波踊りの時期に、ね、なってきますので、まあ、全国の皆さん方から阿波踊りを見に来る、これはもちろんのことなんですが、ハモを食べるために徳島に行くんだ、まあ、そうした流れもだいぶ強くなってきました、ね。まあ、さらに美味しいハモの食べ方、ハモの料理、これを全国に発信をしていければ、これからいきます。いかがご質問よろしいでしょうか。先日の全国知事会談、四国新幹線のですね、はい、話題がありましたけれども、関係する中国地方とですね、関西、あと九州の知事の方の反応というのはどんな感じですか。はい、まず近畿の方ですね、まあ、こちらは逆にその前に行われた近畿の知事会で、このやはり日本のグランドデザインということ、また東海道山陽新幹線、それぞれのリダンダンシー、代替手段といったことで、この四国新幹線、まだ山陰新幹線も位置づけてあるんですけどね、まあ、これはやはり日本のグランドデザインとして位置づけるべきだと。だってやはり近畿の場合には、今国でも言い出し始めましたけどね、
もし万が一首都直下型地震で東京が壊滅的な打撃を受けてしまう、しかしこの国家的な活動というものはこれはもう1秒たりともね途絶えることができないということになりますので、そのバックアップ機能として近畿関西がこれを担うんだと、まあ、そうなると当然交通機関としての大動脈を言うということで、まあ、これは近畿知事会の決議としてもこの四国新幹線の整備といったものを挙げてあるんですね。でこれは全国知事会長への提言ということになるわけです。そしてその後に四国知事会での決議で、これは香川が全国知事会の開催地でしたので浜田知事さんの方からその内容をね発表してもらいましたけどね。それから九州におきましても今後当然大分、宮崎、まあ、こうしたところから声がね今後上がってくるんではないかと思うんです。まあ、中国の方としてもね、当然中国地方として、まあ、鳥取を中心に、まあ、山陰新幹線、まあ、こうしたものを兼ねていこうということを言われておりますので、まあ、我々としてはまずこの四国新幹線といったものを山陽新幹線の代替となる。だからもう一つは、いや三連の地震あるいは中央構造線走ってるエリアにどうしていくって、こういった点についてはそれはもう日本全体がね活断層を走ってるわけですから、やはりこうしたところでもああいう高速の鉄道を走らすことができるんだという新しい技術、まあ、そうした点を考えると逆に山陽新幹線がその代替機能どうなんだ、もし大きな震災があった時に山陽新幹線持つのか、これは阪神・淡路大震災の時にはね一部崩れてこれ大丈夫かっていう話が出たじゃないですか、まあ、我々それ担当として見ていましたのでね、危惧もしてたんですけど、まあ、これは新しい例えば免震構造という形であの約300キロのスピードで走る鉄道を支える、これも大きな技術開発、日本の場合には青函トンネルあるいは明石海峡大橋というね世界艦隊のいろいろな技術を持っているわけですから、今度は新幹線技術として、で中国もまた高速鉄道をやり始めると言っているわけですから、そうした意味では今世界中に地震の起こる多くの国があるわけですから、そうしたところに新しい免震での高速鉄道技術といったものを提供する、まあ、その一番でやっぱり日本だろうと、そういう新しい未来に向けての技術、まあ、これもねこれからやはり日本として打ち出していかない、そのまさに一生の場だと思っています。まあ、これからは我々として、まあ、九州もそうですけどそうした仲間をさらに増やして、とりあえずこれはグランドデザインの知事会としての中間報告取りまとめとして今回位置づけをされたということですから、この最終報告あるいは総選挙がねいつ行われるかと取り沙汰されているわけですから、それぞれの政党あるいは選挙を戦うところの政権公約、まあ、こうした中でどう取り上げられていくのか、まあ、こうした点についても、ね、しっかりと活動していく、それと同時にぜひ、まあ、我々としてももう一度しっかりとこの四国新幹線なるものの検証していかないといけないと思いますので、そうした検証活動といったものも仲間を広げて行っていく必要があるとこのように考えています。検証の中で検討されると思うんですが、こう国の財政状況とかですね、当然の話が出るので厳しい中で、なぜ今四国新幹線なんていうお金がかかることを打ち出すのか。という、まあ、批判の意見も一番あると思うんですけども、まあ、一方でそれは孤立防災対策というのが検討されているんですが、まあ、ただそういう、こう資質大きい資質に厳しい意見がある中で、そういう意見にどういうふうに求められていらっしゃいますか。それは当然意見としてあるでしょうね。でそういう意見にずっと来て日本全体がこの今の状況を招いた、つまり右肩上がりの時っていうのはみんなの発想が前向きにね未来志向になるんですね。右肩下がりになってくるとどん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 近視眼的になって発想がどちらかというとバックギアだけの話になってきてしまう。こうすることによって若い人たちにとってみたらこの国って一体どうなるんだろうと、少なくとも私がまだ20代の頃のね日本って言ったらこれからいろいろやってやろうぜっていうような世界、まあ、確かに、まあ、当時はまだ景気の限り20前半の時はなかったですからね、どんどんやろうというような時代だったものですから、いろんな発想が前向きになった。し
しかし今の日本を見たらもう一目瞭然じゃないですか。何かあるとそんな金どこにあるばっかり言ってね。しかしそんな状況にしたのは誰だい。その後ろ向きの発想がこういうことになる。やはり今だからこそ無駄なことをやるんではなくて、やはり未来に向けて無駄思考でこの国どうするんだ。でそのためにやはり日本は資源がない国なんで、人材とやはり技術力だ。今ある実現をしているものっていうのはほとんど昭和のどちらかというと高度成長期時代にこんなあったらいいよなっていったものが実現したものばっかりだね。低成長期になって未来志向でこんなものやってみようなんてどれも何も出てないでしょ。そうなってみるとやっぱり今こそ逆に未来志向になって、まあ、確かにお金のことはあるとしても、それはたくさんそうしたものが世界でもし売れるということになれば当然それはダウンサイズして価格は落ちていくと、まあ、そうしたものに対してのいろいろな技術開発にお金を入れると、まあ、一時期はね一番じゃなくて何が悪いんだみたいな話がありましたけど、こんなことは、ね、やっぱり一番狙わなきゃ。そしてそこにやはり世界中が尊敬と人も日本に集まってくるわけです。今はそうじゃないから日本からどんどん人材が海外へ行ってそれぞれの皆さんの夢を実現している。ノーベル賞を取った人たちって海外で研究してて取ってるじゃないですか。これじゃ日本の国ダメなんじゃ。やはり日本で研究しようよ、日本で一旗あげようよ、世界中の人たちがそう思える日本にしないければやはりどうにもならない。そのために今何をしなければいけないか。やはりこの地震列島と言われる中で次来ると言われるもの、予知をされたんであればそれをしっかりと迎え撃つというもの、いざ発災という時の技術の、そしてそれをその時にしか使えないというのではもったいないわけですよ。やっぱり平時にもこれを使って国力を上げていくっていうね、いざ発災の時にも大いにプラス、そして平時にも大いにプラスというね、これを考える、これがまさに代替機能、まあ、リニアでもいいわけですよ。中央リニアやろうということであれば、ただそうすると必ずみんなが言うわけ、じゃあ原発がこの状況になってあれだけ電気来るのはどうするんだ。なんかね、日本人って常にこう悪い方向になると後ろ向きに考える。昔スキーの話をしたと思うんですけど、ヨーロッパではスキー、これはとにかく速く走ろうとみんな考える。でこけたらこけ方考えなさいって。日本人は違う、危ないから。こけ方から最初我々も教わりましたよ、どうやってこけるんだって。だから全然アルペンスキーでも何でも勝てないじゃないですか。スピードを競ってる中でこけ方安全ばっかりってしょうがない。おのずとその中に安全っていうか、そういうセーフティーネットの機能っていうのは考えられてくるわけ。どっちを目指すか。お金は後でついてくるものだと私は思います。何も日本のお金だけでやる必要はないわけ。素晴らしい技術だっていうんであれば、今やもう世界中のお金どこへ投資していいか困ってるわけだ。こういうマネーにしたってどこにしたってたくさんもうどこに投資しようかって迷ってるわけだ。何も税金で全部やる必要ないわけですよね。だからそういった発想も出てこないわけだ。って新しい技術ができる前にみんなで叩いてしまうから、面白いじゃんそれやってみようって、なんでいけないのかとね。だからこんな国になっちゃう。これは無責任に言ってるんじゃないですよ。そして素晴らしい技術と発想があるんであれば、それに対してそれをじゃあ実現させてみようよって、多くのお金も集まる可能性が高いわけ。今の日本では全然お金集まらない。逆に円高になって投機の対象になってるだけです。このあたりもう少しこの経済方面ね、金融のアナリストの皆さん方ももう少しそういった点をね言ってほしいな。どん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 このままだったら日本がダメになる方向でばっかり。だから四国新幹線というのはあくまでもその一つの例として私は提唱した。でもみんながバッと乗ってきて、もう日本中にっていうね、リランダンシーとこの国の将来にっていう、それはもうみんながそうした夢に飢えてるからなんですよ。地たちでさえ、ね、でも言い出せづらい、言うと叩かれるから、アホなこと言ったってね。私も最終的に皆さんも言ったら地にこんな感動ないですね、無責任違うから。いや、そういうことを私は言ってんじゃない。一つのきっかけ、ブレイクスルーをする何か大きな目標がいるんだ。高速の料金にしたらそうでしょ。最初言った時誰も賛成してくれなかったじゃない。でもやれば、これは高速の料金少し時間かかりましたけどね、
だからあれが実現しているのをみんなが見てるから、今回知事会でもまとまりは早かったですよ。ただこれを具現化していくっていうのはこれからまた全然違う努力が必要になる。しかし絵にも描けない国になってしまうっていうのは情けないじゃないですか。日本の国はまずはしっかりとした絵を描いてみよう。それに伴って今度は色をつけ、これを立体化をして具体的なものにしていく。そのいろんな知恵を絞っていけばいいんです。政治家はその夢をしっかりと多くの皆さんに与えていく、これが大きな仕事だと思うんですけどね。いろんなところでいろんな権力闘争するのが政治家では私はないと思うんですね。あくまでも四国新幹線というのはその一例と思っていただければいいと思います。これからまだまだやることはたくさんある。はい、それでは会談を終わります。はい、よろしくお願いします。